だからね、ターンっていうのは7種類ぐらいあるし、カットバックも7種類、ノートライン7種類ぐらいあるんだよ。そういうのをね、勉強してもらいたい。キングルフィンを乗って凝ってる人は、ただ乗ってるだけじゃなく、で試合に出るのが一番上手くなると思います。皆さん、試合に出ないサーバーってのはなかなかね、フリーサーフィンだと上手くならないですよ。フィルム見てもやっぱり試合に出て負けて悔しい、よし頑張ろう、それがみんなこの連中出てる連中全てがみんな試合に出て上手くなったから、俺もそう、試合に出て上手くなった、悔しい、よし学校サボって、ね、やった、会社も行かないでやる、会社なんか行っちゃダメよ、大体もうはいっつってさ、ね、小田急なら小田急のチンチン電車を何回もこう乗っといて、ね、みんな東京行った時に、ね、弁当持って海行きくりゃいいんだよ、サーフィンよ。ともかくサーフィン上手くなったら仕事やっちゃダメ、学校行っちゃダメだからね。それだけ皆さん覚えておいてくれよ、俺がそうだから。その代わり通信簿をもらうのが俺は半年遅れた。で日大内沢で、ね、150人ぐらいワルカンがいて、応援団だ空手部だいたよ。俺ら IB でスケコマシだったから、もうおっかなくてさ、朝9時から5時まで日大の、あーいいとこだったね。もう一回取り直します。え、今日大の悪ガキがいるんだよ、150人。それが俺がね、2時間縄跳びやってね、俺だけ帰れって言うのは小室いいぞって、で俺のことをさ、ね、みんな見るわけ、パーケンカー売ったりおっかないお兄さんたちが、なんであんな野郎そんな体力があるんだって。俺は波がさない時は江ノ島往復だよ、みんなで。だから一番早いよ、体力ある。で5円のアイスクリーム買って、ああそれはもうなかなか出ないな、あとちょっとだったよ。お前こっちに入ってますよ。入ってる、うん、いやそれだからね、で日大の小室帰れって、俺5円だよ、5円のね、アイスクリームを買って、むつあいから富士山に来て、辻堂に来たんだよ。で、俺は、通信簿一番早かった。で、もう応援団とかね、昔はもうさ、すごい格好したの、みんなヤクザっぽい学生服で、学ランを直して、そいつらがね、ブルって見てた、俺は。ね、それだけ俺はさ、体力あった。そりゃそうだよ、毎日学校サボってさ、行って、ね、仲間と、ね、で、行く？それであれだよ、江ノ島行って、ハマグリを、ね、あるとこあるから、サレがあるとこあるから、そこから3つ4つもらって、それで、ね、まだネクタイがダサいよ、みんなから、スーツも、もうさ、サラリーマンがいるわけ、アベックで手ついて、すいませんってさ、ね、マッチを借りて、瓦礫集めて、帰ってくるのが選手、毎日そうだった。行かなかった学校には。だからで高専になっちゃった最終的にはね。でこの次ちょっとこの続きをちょっとここに乗せて喋ようか。今喋ったのに続きがあるんだ。どっちがいい？これで保存していつか使います。でも保存どっちがいい？こっちで喋ったね。あでも繋がったのにね、うん。それでね、俺がまずサーフィン始めて、まず湘南ボーイ俺たちがね。で学習院慶応ボーイとかいなかった、サーフィンやってるのは釘沼で。それで毎日ナンパしてた。それで、3、4人で。で、ある日、俺たちでかっこいい T シャツ着た、トランク着た。で、俺たちは洗濯板だった、お袋からもらって、マジックで書いて、かっこよかったよ、俺たちがトップの商談でね。でも、もっとかっこいいやつが、IB スタイルでさ、頭。で、ロングボートを持って、その時ロングボートってのは知らないじゃん、ないんだから。それで T シャツにラインが、紺のラインが入ってて、ね、それで、トランクスは、ね、コットンですよ。ブルーに黄色のマークが入ってて、ジョン・アレルと宝永。それで、なんなのかなと思った。で、スキーやしてたから、ボトムに塗るのにデッキに塗ってるからさ、なんなのかなって見てた。それで、ね、ワックスを塗って、いざ、海に入ってった。うまいんだ、あっちこっちにノーズかけたり、ちょこちょこやって、すごい、俺3時間見た、ナンパしないで、ガーッと。もう西日が当たって、もっと真っ黒になっちゃったぐらいだから、それで上がってきて、エクスキューズミーっていうボートをレンタルプリーズだなったら、おおーって貸してくれた。その時俺は明治中学校だったんだけど、水泳部の部長さんで、平泳ぎのね、まあ藤沢市だ、3番4番5番ぐらい入ってたわけ、いつも。それで地震があったから、身を見まで行った沖、ちょうど腰ぐらいあったの、波がね。で釘沼だからトロトロしてるから、ちょうどよかった調子で。それで俺乗ったのよ、パッと。
ね、乗って3区か4区かパッと乗ってパッと立った立った時にこんな面白いものがあるかと思った。17歳だよお前。ほんで俺はもうそこで胸にジーンときて、そこでそうな30分か40分乗った。その時に俺はもうね、あこれしかないと思ってすぐね家に連れてって一杯の前に焼き鳥食わして、お前板置いてけ、板を渡して、それでお袋に買ったばっかしのね月光仮面のスーパーカブですよ。16万円で買ったのが お袋に、悪いけどももうサービンこれでやるから車単車返してくれ、返し渡したよ。それから毎日もうさ弁当作るでしょ、で日大行くでしょ、もうスリッパ履かないでカングスで持って小室くんってはいってもう海だよ。それで俺はこのところにね、このところがカッパ通りになったの。もう50年前ぐらい俺はウエスーツ着たり行くから、それからサーバー通りだん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 なってったんだけども、まだこのところ砂利道が134号線も砂利道ですよ。これはこのところはもう昔西尾ブロックのでっかい池があって鯉がかかったの。でその裏は山だから茅ヶ崎まで地下のとこまで、で自衛隊がバーッと来て戦車乗ってきて烏帽子あんなちっちゃくしちゃったけどね、それでサーフィン覚えて、それでねもうこれが最後だけども、もう皆さんに聞いてもらいたい、ぜひこれは俺のねもうなんていうのか人生のなんていうのかな支えっていうか生きる術っていうか人間として17歳で俺が覚えたテクニックね、これはすごい。なんと今度は辻とサーフィンがね秋になって台風が来ました。で俺はこの辻堂の正面で辻堂のみんな大金持ちのお嬢様をナンパした4人ぐらいで、で俺はね口下手だったら今こう喋ってベルベル喋ってるけども、当時は口下手で俺はナンパをやめてかっこいいとこ見せようと思った。で俺はサービスボート持って出てった。そういったら何しろ500メートルぐらい上がって団地の端っこの方まで行っちゃって、彼女たちが俺の小指の頭ぐらいしか見えなくなって、やばいなと思った、かっこいいと見せないなと思う。それで沖出てった。そしたら台風の波がだいたい5分から15分に4セットぐらい来るのね。それがあるのを知らないで入ってったらプールみたいだったから何も波が沖出てた。そのうち10分したら箱根波みたいなうわーっと来る。ほんでもう乗れない沖へ行く乗れない沖へ行く乗れない、波がちょうど崩れる手前にいなくちゃいけない、そこにいるのが本当のサーバー、そこに入れなかった。それで俺はなんか波が7メートルぐらいあった、波が待ってふーっとレイがぶつかると7メートル上がって波が行くとポトンと降りる。それでもう俺ビビっちゃって、まずなんか唇が震えてきて、なんか生まれて初めて17歳で覚えた瞬間気持ちいい覚えじゃなく怖くなって、なんか死ぬんじゃないかなと、このままでもう体が濃くてもうやばいなと思って気がついた。でどんどんまた来るセットが、あーパターンあーパターン3パターンある。ほんでもうどうしてもなって、でも戻れない、乗らなくちゃいけない。で自分で乗る前にその時次のセットでかいセットが来た時に、あこれは0線に片道切符でみんなねの真珠湾攻撃の時なんかもみんな片道切符で行く、それでね突撃していく、そういう気持ち の気持ちになった。俺はでかい波とのそういう気持ちになって、ああこれはみんな日本の兵隊さんが片道切符で死ぬね死に行くんだ。それでね運転の飛行機の掃除をしていざね船とかね島が見えれば爆弾をぶつけていく、自分のゼロ戦でそういう気持ちだってのが初めて気がついて、それでこれじゃやばい、もう夕方暗くなった死んじゃうなと思って、もう前へ前へ来てでっかねえ巻きまいた。で俺はこれ飲んだかったら俺もう死んじゃうと思って、ま、全力尽くして乗ってパーッと乗ってレジトだったからねスターンと落っこった、おっとこどっこいなってそのまま倒れて上から7メートル8メートルボーンと出てきて曲がれてグーッと持ってかれた。その時に俺はね持ってかれて目を開けた、真っ暗、それにね砂浜に足がついてるっていうことは15メートルぐらい曲がれてんだなと思って、それで苦しい、どうしようか、お母さんお母さんお母さんと俺3回ね言ってはもう死んじゃうと思って、それで水をゴクッと飲んだ。そしたらなんと皆さんこれ大事なとこだよ、いいか、水を飲む1回ほんと10秒は持つから口の中に入ってる、ね、空気が肺に入る、それで俺生きてたの。ほんでバーッと上がってった。それであと3メートル4メートル光が太陽が見えたから15メートル見えなかった。
見えて、その時に俺はあと一息と思ってもう一回飲めない水を飲んだ。さーっと行った。それでああ助かったと思って水面に向かって唇だけ出したと一回吸った息を、ほで沖へ見たら波がなかった、フラットだった。波があったら俺死んでた。それでよしよかったなと思って、今度帰るにも帰れない、流れが強くて、でも水泳部の部長だって水泳の水が慣れたからなんとか泳いで、白い波がバチャンと7メートルの波曲がれながら帰ってきた。それが半分ぐらい帰ってきた時に、あ、人間っておどおどしないで落ち着いて自分を見つめてコントロールすればね、死なないんだなってのを俺は覚えたよ。まず死ぬ恐れだよね、恐怖ね、死んじゃうんじゃないか。それから17歳でだよ、でなんとか人間を落ち着いてればね、あ、ね、死なないんだなってことを気がついた。で最後に泳いで地べたにね、岸辺について泳いでポンって倒れた時に生きててよかったなと思った。だから人間ね、進歩することも大事だし、無茶しちゃいけない、曲がれた海は怖いから、山より苦しいんだよ、山より。で山は骨折ったりするけど、頭折ったりするけども、海は苦しくてどうしようもないんだから、皆さんそこよく覚えて。それで俺はね、その時にあ、うまいビールが飲めんなと思った、17歳だけどね、やっぱりそれだけ俺にサーフィンっていうのはドキンと俺の心にね、やっぱりなんていうのかな、はいって言ったけどね。それからもう高青年だよ、もう本当悪いこと見ないで。それで自分がもうその17歳で仙人みたいなことやっちゃった、死ぬことね、ね、それからなかなか人間死なないもんだな、それからあと生きててよかったな、こんだけ知っちゃったんだ17歳で。それは俺の人生にすごい勉強になった。それで俺は3ヶ月間ぐらい多分できなかった、サーフィンがおっかなくて、で釘沼で膝もをやって、だんだんこのなんていうのかな、取り戻してって、で19歳で全日本チャンピオンになって、それで憧れのハワイですよ。でそれから俺のルーツがずっと始まってったから、だから皆さんもよくこの話は聞いて、それで自分で曲がれたりして、ね、何かしたら焦んないこと、自分を見つめろ、ね、流されていったら流れがストップが必ずあるから、沖行って 100m 200m 沖、そこまで行ったら、ね、横っちょに 20m ぐらい両サイド泳いで、それで戻ってこい。流れに向かっちゃうからみんな死んじゃうの、流れが止まるところが必ずあるから、そういうことも知ってくれよ。分かった皆さん、これ聞いてれば絶対にね、波の怖さも上がって上手くなっていくから、俺が経験したことだから。分かったね皆さん。はい、今これは江ノ島、江ノ島ね、はい、ね、江ノ島があって、これ灯台ね、これね、灯台ですね、灯台、はい、これが島、江ノ島があって、はい、で、湾がこうやってあって、これがね、湾で、はい、で、これが陸地でずっと続いていくから、とりあえずこれ止めといて、で、辻堂はどのあたりですか？辻堂は、ここで通りだからね、辻堂もちょうど、辻堂は、大体、釘沼でしょ？で、ちょっと待って、江ノ島があって、ここに、川がね、あって、ここが、ゲートパークでしょ、これが上げる場ですね、ゲートパークの川ね、川があってね、で、
じゃあ、チーカーさん。島から大磯までリーフが繋がってる。そう、江ノ島からリーフが全部繋がってて、うん、全部流れ、潮の流れからこれは点々とリーフがあるわけですか。そう、それぞれ河口もあるし、うんうん、ね、それによって地形もある、凸凹もあるし、うん、だ決まってるけども、だいたい15メートルから20メートルぐらい、だいたい300メートルぐらいが、はい、があるわけね、深さが、はいはい、で、うねりっていうのはだいたい10メートルあったら、はい、まあ5メートル見ればいい、陸あの水面から5メートルぐらい流れがあるから、はい、そこのはそんな流れがない、はい、ただこれ川の流れの潮の流れから言うと、はい、潮の流れです。潮の流れから入ってくると、はい、まずうねりがね、はい、うねりっていうかこう、まあ、潮の流れがこう入ってきて、はい、この岸壁にぶつかって、はい、でこう流れていく、はい、こういうふうに、でこの距離はだいたい5メートル、はい、5メートルぐらいからもう流れがあるからね、この辺が大変だから、はい、でこういう風に行って流れがこう、はい、大体ね、はい、こういう感じで行くよね、はい、それでその中で例えばね、今度はこのね、例えば河口ね、はい、まあ岩の内ポイントのこっから行こうか、船がこう、ね、こっちグービーだから、はい、ね、こうでこれがこう続いて、はい、ね、今度はレギュラー、はい、からこの今度は加工ね、はい、このとこにこうある、はい、ちょっと待ってね、レギュラーとかこういうふうにねこうやってあって、はい、でこのこのこのセットが来てこう来るわけですよね、流れていくわけですよね、はい、こうやってって、はい、セットがその中でうねりが、はい、うねりがうねりがうねりがね、はい、ぶつかったのは自然とこういうふうに流れてきて、大きい流れです、ね、大きな流れね、大きな流れがこういうふうに来て、はい、行って、はい、どんどんこうついてくる、はい、でセットが入ってくる、はい、それでまたセットが入ってきたら、セットが強いから流れを止めたりして、だから流れが少しずつ変わっていくわけね。ただし、ね、常に流れはもうこの感覚でこっちに行く。ね、だから、うねり、低気圧の通るうねりによって、うねりが
西から入ってくる、東から正面から入ってくるのに、あるんだけども、その間、その時にぶつかりながら、また新たなカレントができるわけ。ね、例えば、河口のとこなんかは、河口は、ね、川がこう流れれば、江ノ島の方に、ね、グーフィーが良くなるし、で、グーフィーがこういうに乗れるしね。で、こっちの川がこっちに流れちゃえば、ね、今度はこっちの、ね、レギナがいい、レギナこう乗れる、そういうこう一つのライダーが入るときにカレントをやっぱ見つけてもらいたいわけ。特にこの江ノ島の辺、この辺は波がこう立ってね、みんなライディングこうする、ライディングするよね。それによってね、なんだっけ、うねりがね切れたところはそこでもうプルアウトができる。そういうとこは乗んなくちゃいけない。で、ダンパの波でもボーンと乗って流れがあれば、だんだんスープがうねりになって岸の方までこう乗れるようになるわけ。そういうサーフィンがこの鵠沼エリア、江ノ島ね。ね、で、ここ弱虫ポイントって言うんだけども、弱虫ポイント、ともかく一番怖いのは江ノ島がね、溺れたらね、辻とね、から茅ヶ崎、それからね、鵠沼、辻と茅ヶ崎とね、流れていくわけだから。で、ちょうど一番今まで俺が生きててね、知ってる限りはこの辻堂エリア、この辻堂エリアが一番人が地引き網でね、上がってるのが辻堂だけ。なぜか鵠沼ではそんなに上がらない。たまに茅ヶ崎とか多い人で上がるときあるけども、やっぱり辻堂が一番多いね、俺が生きてて。辻堂はいや、ちょうどね、このあれなんだろうな、流れがいいんだろうな、この流れが。で、一番怖いのは辻堂は流れが結構あるんですよ。流れがあるから、流れがやっぱりそうね、やっぱりこっち流れがこういく、こういう時もあるけども、こういう時はうねりがね、こっちから入ってきた時にはね、こう流れるけども、だいたいこっちからうねりが入ってくるからね、波がね、それだから、それであと深い地形が深いからね、その深さによってまた流れが変わっていく。釣り道はすごく、釣り道はコロコロ変わるスポット。鵠沼はね、変わんない、遠浅だから常にね、変わんないから、ああやって穏やかな波でみんな初心者がやりやすいなんで、釣道茅ヶ崎ハードだよね。こっち鵠沼、こっちの江ノ島とか鵠沼と違って、で、なぜかってこっちは遠浅、こっちはもううねりによったり台風が来たりよって、南風が吹いたりして、コロコロ地形が変わっていくから、で、結構ドンブカでしょ、こっちは。で、そのなんていうのかな、ドンブカで、ここのところがね、ドンブカね。でも、ここのところに来ると棚があるね、そういう時棚があると浅いから、波がね、こっちからこう来て、こっちグーフィーね、レギュラー乗っていける、そういうね、での棚があるから、流れは当然こっちに行く。そのね、流れをの見ながらサーフィンをするのが一番だと思う。特に釣り道に関しては、釣り道はやっぱり棚がコロッコロ変わるから、で、ともかく基本的にはね、うねりが茅ヶ崎の方に流れる、それだけはみんなサーファーの人は覚えておいてもらいたいよね。で、鵠沼でやるのはノーズライディングとか、そういうなんていうのかな、結構釣り道とか茅ヶ崎と違って波が穏やかだから、ノーズライディングもやるのも結構だ、ショートボートでね、乗るのも結構だけども、釣り道はやっぱりショートボートとか、ロングもハードだね、すごくね。で、ショートを乗るんだったら、やっぱ釣り道の方がペン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 っていけるから、俺はいいと思うのね。ともかく鵠沼、江ノ島鵠沼ね、俺は言ってのこれ弱虫ポイントって言うんだけども、台風の時にこの弱虫ポイントがいいのね。弱虫ポイントはマーメンが親分で、マーメン松田君が稲村とか俺なんかやるんだけども、俺もここでやる、いい波なんだよ、頭とか頭半ぐらいで、
すごいいい波なのね、ルーフィーが。で、このところは水族館前ね、水族館前。で、今度はスケートパーク、川があってね。やっぱり水蔵が、俺が生まれ育ったところだし、水蔵のね、セットっていうのはね、面白いのね。まあ、2メートル。2メートルうねりがあると思うのと、もう、こっち側と、こっち側と真ん中から来るわけよ。うねりがね。で、まあ、こういけるんだけども、ね、どっちからもこういけるんだけども、水蔵はね、3つのぐらいの、セットで来るね。ダンパの波あるけど、だいたい3つだね。昔から。2つじゃない。3つ。こっち、正面。こうね。端っこ。だから、烏帽子寄りと正面ね。大島寄りと、あとこっち、江ノ島寄りから3つ。3つの、滑るが来るのが自動ですよ。で、入るときに、一番今今日言いたいのは、入るときに、ライダーが、後ろにね、ね、例えば鳥居があります。で、沖行く。で、沖からこれ30メートル。こっち30メートル。30メートルね。流されたら一回上がってください。それが命が助かる方法。ね、鳥居があるね、正面に。電子マシンは何でもいい。入っていく。30メートル流されたら一回上がっちゃうこと。これはね、井上康生さんにも教えたんだけども、井上康生さんも海のなんかね、ここに海の家があると思ったら、だから自分がサーフィンやって流された100メートルぐらい、あれ？麻婆、海の家ないって、康生さんこっちだよ。やっぱりね、流されちゃって、わかんなくなるわけ。ここが海の家だと思っちゃうわけよ。流されても。だから、30メートルぐらい離れたら、まずは自分の入るポジショニングを決めなさいよ。電子マシンが3本あるんだったら3本。ここから30メートル。これ本当命助かるよ。上がっちゃうこと。流れに沿って、ね、下がらってもう体力が疲れる。ね、例えば、ね、ここにうねりがある。ここにうねりがある。ね、入っていく。流れとこう行く。流れていく。ね、こう流れていく。ね、ね、流れに沿って、今度は流れが止まったらこっちへ入ればいいやになって、ともかく流れに逆らわない。で、だから流れた場合には、ここまで流れて疲れたなと上がっちゃうことね。だから、この茅ヶ崎も水道と同じようで、やっぱり、エボシンところからこう来る。ね。やっぱり茅ヶ崎も、エボシから、茅ヶ崎も、ちょっと汚くなっちゃって分かんないかもしれないけど、これエボシでしょ。エボシの方も、うねりが、ここと、あと、ここだね。やっぱり、エボシも、エボシのぶつかって波が逃げる。で、こっちにうねりが入ってくる。それからこっちにも入ってくる。それから、ね、ちょうどスケパーがあるところに、スケパーじゃなくて T の字があるところに波があって、こっちの波がこう来て、こっちの波がこう来て、それから、この、一番いいレギュラーがこう行く。やっぱり茅ヶ崎も3つだね。ね。大体3つなんだよ。で、まあ、志田島越えて、今度は花水ね、大磯があるんだけど、大磯はやっぱり、漁協流れがあって、波が、まあ、こっちからも来る。ここで止まるんだよ。ここで、なんだっけ、流れが。ここで止まるから、ここで流れが止まって、ね。で、大体、流れが止まって、ここで止まって、ここから江ノ島から来る流れが全部ね。全部こっち側に移動してるから、大磯の方に。で、こっちも、大磯の方も、こう波が立つ。この大磯の方も。でかいね。大磯もあれだね。やっぱり、3つから4つだね。昔俺が入ってて。やっぱりね、やっぱりその、3つから、3つ、4つ、ね、4つ、セットが崩れるとこある。で、大磯も、いいときはいいけど、なかなか早い。だからやっぱりね、遠浅のところは、トロトロトロとしてるけども、深いところは、やっぱり、ハードな波がね。まあ、こんなような流れで来て、ね、ともかく、ライダーが、選手が、というか、皆さんが入るには、まず、入るときに、後ろ見て、意思を決めて、それで入るのが一番いいと思う。例えば彼女が待ってるんだったら、彼女のところに行ったら、彼女が見えなくなって30メートルから右に左に行ったら、必ず上がっちゃったのいいよ。
それとあと川の流れ のところもそうだし、普通のところのビーチでもそうだし、流れが必ずあるから、潮の流れが、それにそれを見つけてサーフィンやるのが一番いいね。特に辻堂とか、まあ、大磯も含めてのな、波が頭とかあったら沖出てくるのが大変だから、その流れに乗って沖出るってことは必要だね。まあちょっと汚くなっちゃったけども、これがあの本当 のローカルの、俺が今まで子供54年間やっててのね、大磯でも屋さんでやってきた、ね、酒場でもやってきたし、もう平塚でもやってきた、ハングテンポイントで、ね、茅ヶ崎、で茅ヶ崎もね、あそこ のかぼちゃから裏かぼちゃ、それからね、こっち地産来て、地産じゃなくてティーバーに来て、ティーバーも散々やってきた、モスケとはいろんなのと、それからこっちの地産でもやってきた、で辻堂散々やってきた、で小陽中学校前でも散々やってきた、それからね、堀川のと前でもやってきた、それから加工があって、加工なんかもう子供の頃18歳19歳はもう加工で毎日やったから、鵠沼のグーフィーも良かったから流れがあって、それで鵠沼でも毎日やって、ね、波がない時江ノ島までパドリングしてこいでた、だから全日本で俺は1年半で優勝した。それにサーフィンはやれやれほど上手くなるってことじゃなく、ともかく自分が思いたいローラーコースター、ノーズライディング、アップスンダーターン、覚えたいことをね、3時間3時間いったらもう単細胞でいいから、同じことをターンならターン、ノーズならノーズライディング、カットバックはカットバック、もう乗ったらすぐやること、同じことを何回もやれば10回20回100回1000回1万回やるうちに覚えてくるから、感覚を。だから一番上手くなるには、ただマスターベーションでふっと気持ちよく乗ってんじゃなく、今日はじゃあアップすんなやろうと思ったら、ポンポンポン、はいポンポンポン、10回乗ったら10回、20回乗ったら20回、他はもう何もやらないで、そうやって一つのものを10回20回30回ってやったかかったら絶対伸びない、俺はやってきたから。で、上手くなりたいんだったら本当に、学校も行かないで仕事もしないで1年間、バッチリやっちゃう、そうするとね、グラッと伸びる、中途半端でいこいでいやっていうようなサーバーの人たちはエンジョイでいいかもしれないけども、本当に上手くなりたいんだなと思ったら、やっぱ同じことを何回もやること、ハングファイブのハングファイブかけちゃう、止まる、あ、落っこっちゃった、あ、これはちょっと俺が歩き方が悪かった、かけ方が悪かった、それをね、何千何万回やってるうちに必ず身につく。サーフィンって難しい、はい、で、ね、大磯までリーフが続いてんだ、いろいろポジションが。でも沖にこの鵠沼とかあの辺は江ノ島からこうやって棚がとリーフがつながってる、確かに、でも見えない、茅ヶ崎が見える、白塚も見えるかもしれない、大磯も見えるかもしれない、いや大磯だって山があるよな、ちっちゃいのがね、沖にあるんだけども、もう今深いとこだから、それによってもううねりが沖からね、もう違ってくるよね、あのセットの入り方が。それをなんていうのかな、皆さん見てキャッチしてサーフィンやるのが一番いいと思うし、ともかくこの見えないけどもリーフがつながってるから、そのリーフが、ね、大きい棚だったらそこからまたうねりが分かれてくるし、だからなんていうのかな、何しろリーフによって棚によってうねりが分けられる。本当はね、沖にじゃあリーフがあってさ、ね、いやもう山みたいになってればそこでサーフィンができちゃうんだよ、でももう深いから、だから漁師さんはそのリーフの県内でうまくリーフに網が当たらないようにしてる。ただ今どこにどこにあるっていうのは分かんない。ともかく江ノ島からこうやってリーフがつながってる、江口からずっと辻堂、はい、正面、ね、これは辻堂の離岸流の話を説明していただきます。切り口ね、うねりがうねり、ちょっと波の回でもいいでしょ、はい、どうぞ、ね、はい、丁寧に書かなくちゃいけない、はい、こんな、そうなんですよ。
ライダーが本当だけどね。この黒い線は波のね、ラインのね、波のライン、ラインね、波のラインでこう乗って、はい、こう乗ってくるよね、はい、とまず辻堂は、はい、まずここに流れがあります、はい、流れが起き出し、起き出しね、はい、起き出し、起き出しの波、はい、あとここにも流れがある、はい、でまあ腕以外ってぶつかるけども、はい、また流れがぶつかっていく、はい、こっちもね、はい、流れが、はい、これが基本なの。あとここにすごい大きな流れがあるわけ、ここにあるんですか、うん、あとここにもある流れが、はい、だから流れがあると、はい、1個2個3個4つまであるんだ、常に大きな4つぐらい、もう大きに、だからあとそれで、はい、ね、このこのね、この深さ、深さね、はい、波の深さというか距離ね、ちょっと立体的に書かないと分かんないくなりそうですけど、これ今黒い線では、黒い線は水深を書いてます、水深、はい、水深と、はい、あの距離ね、距離、距離ね、水深と距離で、はい、でこの辺が、はい、常に流れが、はい、左右にあるんですね、左右にあるんですね、どっちかというと大磯方向、大磯方向に、大磯方向にあるから、はい、この辺を東の流れ、あの見ながら沖で出るのが、例えば俺だったらこっち、ね、はい、レギュラーのいたらレギュラーでこっち行きます、はい、ルビーだったらこっち行きますね、はい、この辺の見分けが難しいの、はい、ライダーが乗ってきたりするから、はい、でやっぱりね、このこっからね、はい、沖出るから、こっから沖出る、はい、この4カ所が出るのが基本、はいはい、で陸からやっぱり、はい、7メートル8メートルのところが潮の流れがすごくて、はい、ところがどんぶりどんぶってるから、はい、やっぱりこの辺のね、この辺に行けば沖にすぐ出れるから、はい、自分がやりたいスポットでやる、はい、でやはり4つが船にあの流れがあるから、だから、はい、サーフィンやる人は流れを見て、はい、どこで行ったらいいかなと思って、はい、ここにローカルがたくさんいるんだったら、はい、ローカル邪魔のないようにここでやるとかね、はい、そういうふうにやってやるとサーフィン楽しいし、はい、で俺の基本はサーフィンっていうのはスーパーセッションができるサーバーじゃないといけないのね。スーパーセッションはじゃあ何かあったら、俺が乗ったら次はあなた、あなたが乗ったら今度あなたの友達、はい、ね、友達が乗ったら今度は彼女、はい、やっぱりね、みんなで交互にこう乗っていくのがスーパーセッション、楽しくできる、はい、それが今できないの、全員がもう俺が来たらもう休みだ、バンバンバン、人は左右見ない、はい、乗ってっちゃう、だから事故とかどうかに怒られるわけ、うん、ね、例えばね、例えばですよ、例えばローガンの人がこう乗りました、はい、ね、ね、でここに今ライダーがいる、はい、ただね、こっち側に避けてる、進行方に向かってっちゃったらぶつかっちゃうから、そういうことが今まるっきりできてる、マナーの、はい、マナーと、ね、常識、はい、それからルールを守れば、はい、サーフィン楽しいし、はい、ね、今こういうこと俺が喋ってんだからね、やっぱりね、それをね、皆さんサーフィンやる前に意識して海に入ってもいいで、特に辻堂もそうだし、鵠沼なんか特にあんだけいるから、自分だけのサーフィンじゃなく左右を見ること、相手を見ることね、で波に乗るときにはうねりを見ながら漕いでいく、で胸でキャッチする、やっぱりそういう風にしていかないと絶対ダメね、はい、特に辻堂なんかはハードなポイントだから、はい、ローカルもいるしね、そこで楽しくやるにはローカルの方に行くんだったらルールとマナーを守る、ね、他のとこでやるんだったら、ね、自分の好きにやればいいし、人がいないとこでね、でこれがこの 1,2,3,4 つが流れがあるから、この入り口として正面として、これがやっぱり4つね、4つの、波ですね、ね、うーね、こういうに入ってくる、怖いよ、だからね、ダブルだったら来て水道はね、これが基本で4つだね、なぜかというと、多分漁師があるから、ゴルビキがあるから、ゴルビキの網なんかが沖でこうやってやってて、あのそこをリーフの手前のそこをこうなんていうのかな、深くしちゃってるんだろうな、底引きしてるんだ、うん、だから底引きしてるんだよ、だからこういうね、4つ入ってくるんだよね、でこっちはこっちでね、の鵠沼のが底引きしてくるんでしょ、これからなんか特にそうじゃん、長波取ったりさ、はい、するから、ハマグリ取ったりするから底引きになっちゃうじゃん、はい、でそこにポコンとうねりが入ってきて、また分かれる、
だから辻堂っていうのは難しい波で見つけ方、やっぱり中級以上の初心者の人に方ね。の方へライダー の、 あの、あの初心者のサーファーだ、サーファーね、はい、にまず流れをちょっと引きしね、こっちがこれいいな、で元で、でちょっと待って波を流れが、やっぱ4つあるから、4つね、彼の4つの波が4つ波があるから、まずここね、そう、こうだね、ね、こうやって両方あるんだけども、こっちもこれは波が上がれるポイントですね。そうです、そうです、波がだから4つぐらいちゃんとあるから、うん、そのためにこれは地形があるってことですね。そう、地形があるから、はい、地形によって、はい、ね、全部がこの平らになってないから、はい、必ずうねりとかいろんなのが来て、あれだから、まず流れが1丁、2丁、はい、3丁、波の間に向かって引き出しがある、ね、そうです、そうです、で、ね、うん、この流れ、こっちが江ノ島だから、こっち茅ヶ崎だから、この4つ流れがあるから、この流れを見ながら、ね、さ、こうやって見れば分かるから、潮の流れが、はい、波によってね、はい、で、この隙間、このところが、ね、流れがあるから、当然流れがあるから、はい、ね、当然このところは波崩れないよな、沖に出ていきやすいよね、はい、こうやったっていくわけよ、はい、沖に出やすい、こっちからもね、こうやってね、はい、乗って、こっちからもこう乗っていく、はい、沖に、はい、沖に出ればもうね、はい、セットに食らないし、はい、でそれによって波が、大体波がね、あのこっち側から入ってくる、から正面から入ってくる、こっちから入ってくるね、はい、そうするとね、こっちから入ってくる、こうやってやってサーバーの皆さんが沖出ていくときに楽なように出ていく、はい、これをね、正面から出ていっちゃった場合にはパン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 食らっちゃって、はい、セットがまた来る、セットがまた来る、こっちもセットが来る、3発から4発ってセットが来るから、はい、ね、はい、食らっちゃうでしょ、はい、でこれを食らわないためにはカレントを利用して出ていく、はい、これがサーフィンの基本です。脳昭和なんか言ったらもっとやばいからね、はい、でそれをカレントを見分けるのはもう潮がこうペペペペって流れてくるから、はい、もう普通ちょっと見てればサーフィンやる人だったら分かるから、はい、ね、たまにこっちがカレントがこっち側に来る場合もあるんだよ、釣り道でも、はい、ね、それはセットによってのうねりがね、西北南ってあるでしょ、はい、それによって違うけども、普通は大体低気圧の流れね、日本列島あるでしょ、低気圧の流れで大体こんな感じ、はい、これはもう何十年って変わってないです、はい、サーフィンをやらない人でもし沖でワイプアウトしてしまってリーシュを流しちゃったら、マーさんどうしたらいいんですか。それのリーシュが流れた時には、はい、まず流れがないところに行って、はい、まず少しでも泳いで、はい、20メートルから30メートル泳げれば、はい、結構バチャンバチャンっていうところに来るから、はい、波に揉まれながら、はい、ね、岸に戻ってくる、はい、そうすれば絶対死なないし、で冷静に落ち着いて、はい、ね、肺に水を入れないで、はい、ね、肺に水入れるとゴンゴンってなっちゃうから、落ち着いて波に巻かれてくれば絶対人間そんな簡単に死なないから、はい、ね、そこで、ね、自分でいろんなことを考えて陸に上がってくる、それがやっぱり一番いいと思う。この離岸流に乗っかっちゃったりはしないんですか。いや、乗っかった場合には外れる、うん、外れて、例えばこのね、このところ、はい、ここが流れがあって泳げない、そういったら横に行く、横に行けばいい、横に行けば必ず何メーターぐらい泳げばいいんですか。そうな、20メートルぐらい泳げば、20メートルぐらい、うんうんうん、横に泳ぐ、うんうん、岸を見ながら、うん、でね、はい、流れがあったって言ったってセットが入ってくれば流れがこう潰されていくわけじゃん、はい、波の方がすごい力があるから、はい、そういうことも利用して、はい、
ね、落ち着いてどこに流れがあるのか、はい、流れがあるところは波がシャ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 平らじゃなくてシャ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 っていう感じになってるから、はいはい、とにかく落ち着いて落ち着く、はい、落ち着く、もうね、フィニッシュコード切れたら落ち着く、はい、もうの足がつったら落ち着け、落ち着かなくちゃダメ。そうですか、うん、それでセットがもう来てる、はい、70メートルに、はい、で足つっちゃった、あーやばいなって落ち着いて、はい、70メートル来るのにまだ時間がかかるから、どんぶりこどんぶり食うんだから足を伸ばしたりして、ね、一応中途、はい、のまだ中途半端かもしれない痛さが、はい、いるだけやってやるだけやって、それでバチャンって巻かれろ、はい、それでまたやればいいんだから、はい、いやどうしようかどうしようかなって言ったらもう一発でね、はい、行っちゃうから、アウトになっちゃうから、もうできるだけ板ぶつけても頭にぶつけてもね、ノンヒット起こせるだけでも、セットが来たらセット来る曲がれる前まで自分で操作する、直す、首がつった何やった、そういうことが必要だよね。わかりました、はい、それができれば死なないし波より怖くない、はい、とにかく現在位置を岸を見て見てね、見て、うん、どこにいるのか、うん、で流れにはね、はまっちゃって茅ヶ崎の流れにやっていけないから、はい、ね、流れがあってやばいなと思ったら、ね、だから自分が出ていくときに3本電信柱があるったら3本から100メートル200メートル離れたらもう完璧に流れがあるんだから、そこからまたストレート、例えば地産まで流されたとしたら地産から上がってこいよ、はい、それで命助かるんじゃん、リーダー持ってくればいいんだもん、はい、それを向かってくんな、ツイートに向かってからみんなあえてさ、最終的には死んじゃうんだよ、はい、一回陸に上がること、もう仲間とちょっと離れちゃってもいいわけですね、うん、いい、でも離れてもいいけども、うん、ね、助かるから命は、だってサウボートがあるんだから、でなくてもね、うねりさえうねりに、ね、乗ってボディーサーミンで帰ってくる、はい、ボディーサーミンってのはすごい、ハワイの連中は全部できるよ、俺が昔ランマヒロナが稲村アウトサイドで一発目曲がれた時ね、8フィートだったよ、もうあの ACB のスープをバチャーンってきたのをさ、ボディーサーミンで帰ってた、もうその時はね、長沼も見せた、いろんなシャーミン、シャークスのメンバー、俺も見たけど、すごかった。それだけでチャンピオンだなと思ってた。だからボディーサーミンをいかにみんな覚えるかだ。大事です、ボディーサーミンは。サウボート代わりになるんだから。ありがとうございます。